おはようございます。マイナナイの ZBG です。今回はなんかすごく急にパツンと終わっちゃいましたね。一応何が言いたかったかっていうと、論理の誤りっていうのをどうやって見抜きますかっていう話でした。証明が成り立ちますか？選択肢がちゃんとあり用意されてますか？抜けてませんか？わざと抜いてませんか？結論に誤りはありませんか？っていうのを話してきました。っていうのを話してきて、で、レトリックでは、言ってみたら嘘をついたり、ごまかしをしたり、誤解のあるような言い方をしてもいいんだよ。いいんですけど、ただ、じゃあ何が反則かって言ったら、議論が先に進まないことをしちゃダメなんだよ。議論がいつも停滞しちゃうようなことじゃない。結果が必要だから。だから、未来の話をしないと、過去の話ばっかりして、いつまでもいつまでやってたら話が先に進まないからダメ。あとは、暴力に訴えたりとか、あとは、どんだけ議論が進んでも自分の意見を固くなに変えないこと。説得して、もう、いや、それでも頑固にいつまでも、絶対変えなかったみたいな人もダメ。相手を馬鹿にするのもダメ。あと、証拠はないのに、それっぽいからっていうので、ずっと死に続けるとかいうのもダメ。ありますね。ここら辺を気をつけてくださいねっていう。っていう話をしてきたんですけど、まあ、議論の中でさ、まあ、相手が嘘をつくのもあるわけですよ。まあ、リドリックの世界では極端な話してみたら、議論が先に進めば、ちょっとぐらい嘘ついてもいいわけ。だから、それを見抜く必要もある。どうやって見抜くの？相手の嘘をどうやって見抜くのっていうと、一つはここかな。例示、共通認識、選択肢につながりがあるか、分断はないか。例としてあげたもの、そしてみんなが認識している価値観と、そして結果的に出されたこれからの選択肢、つながってない時があるんですよ。たまにね。例と出したものがすごい特殊なものだったり、共通認識とずれていたり、選択肢が飛躍したり、語り手と自分で求めるものが一致してますか？相手の支持しようがないですか？物欲気に良くないですか？極端じゃないですか？極端だった場合、反対意見についてどう説明するかなんですよ。反対意見については前にも何か貶めるような発言をしていれば、これはちょっと怪しいってことだね。得とか言いますけどね。そして、そういった時にね、ただ自分がそうって言われた時にさ、反対意見についてどう説明あなたはするんですかって言われた人とかには、もちろん実践的知恵を持つかも大事です。例えば、それは場合によりますねとか言えるかって話です。実際物事っていうのは、問題っていうのは場合によります。だから、まあ、すごく曖昧で腹立つ答えかもしれないけど、でも場合によりますよねっていうのを思い起こして、ちゃんと話せるかとか、同等の経験を用意してるか、聞いた話してで同じような経験を持ってますかとかね。あとは推測する力ね。何が起こるか。そして、どう選択肢を選ぶか。考える力が必要です。推測する力もなきゃ、経験を持ってなきゃいけないし、そういったものがないと、誤りっていうのは見抜けないんですよ。理屈だけじゃないんだって。難しいですよね、なんかね。やっぱり経験がないといけない。理屈一辺倒では何ともいかないって話ですね。また他に、時には人からいじめられることもあるでしょうと。あ、なんないけどね。言葉でね。そんな時はどうするかって話です。議論中にいじめられたらどうするの？目標を絞る。攻撃されたら自分が説得できそうな危機に目標を定める。自分、いじめるやつってのはいじめるのが目的だから、何か言い換えたいっても多分攻撃くんだよ。だから、自分が説得できそうな人が何人かいたら、その人たちの価値観に合わせて話をするんです。いじめてくるやつは、僕たちの話なんて聞いちゃいません。自分の意見だから。でも、聞いてくれてる人はいる。いるはず。どっちに聞けるという人たちはいるはずだから、その人たちが納得できるような言い方で説明する。ね。あと、皮肉な愛情。いじめに対して愛情を持って返すと相手はやりづらくなるんですね。だっていじめてんだもん。いじめてる人もさ、相手がなんかさ、ありがとう的な返ししてきたら嫌じゃん。嫌じゃんって言い方もあるんだけど。あとは、得があるように見せる。ね。ただまあ、いじめに来るやつはさ、得がないわけで。実力ってないわけで。だから、ここは一つチャンスとして、だから逆に相対的に自分は人を相手を言ってはしないと人間ですよってアピールをするわけだ。でプラス、ちょっとだけ相手を否定するんだよね。まあ、私はこんなあまりね、気にしたりはしないんですけれどもね、でもこれ他の人にやっちゃうと、ちょっとあんまり、お勧めできることではありませんねとか、まあ、そんな感じですかね。ちょっと否定する。
で、4つ目は積極的関心。関心を持つ。関心を相手に持つ。なんでそう思うんですか？なんであなたは私の意見に対してそんなにきつく言うんですか？きっと何かあるはずだ。何か考えがあるはずだ。ぜひそれを聞かせてください。なんて真面目に答えるわけだ。こういうのが決めた時の対処法なんだね。まあ、いじめる人っていうのは一つ寂しいって気持ちもあるでしょうからね。愛情を持って接することで何かうまくいくこともあるのかもしれませんね。どうしても知らんけど。はい。で、その、あとは、受け答えですかね。受け答えも話した方がいいよね。はい、例えば、まあ、いじめられた時もそうだし、いじめられた時もそうだけど、まあ、議論なとこう、やりとりがあるわけだから、どう受け答えするかってのは大事なわけです。まあ、こんないっぱいありますね。大事だね。一つ目は常套句を用いる。そのままなんかみんなが使う言葉っていうのを、使わないでちょっと加工したり、では相手がいじめるような、いやらしいことを言ってきたとしたら、いやらしい言葉だね、嫌な言葉を言ってきたとしたら、実は努力っていうわけだ。無駄みたいだって言った時に、なんだこの野郎って言われて、もし私は本当に無駄だったら、じゃあどうですか分かんないけど、もし私は本当に、僕だったら、そんな僕と話してるあなたもなかなか滑稽だよとかさ、なんかそういう字面通り受け止めて反論するわけだ。二つ目は、語順を入れ替える。ついになった言葉っていうのを持ってきて、このことを入れ替えるんだよね。例えばそうだな、まあでもどうなんだろうな、私はこれができてるけども、あなたはこういう点がダメじゃないかって言われたら、そこを入れ替えるとかね。でもあなたはこういうところだもん。でも私はその一方こういうことができてる。どうだろうかとかね。今いろいろその語順に入れ替えて印象をプラスマイナスゼロに持っていくわけですね。対象させるとかね。対象選択肢を出すんだけども一方はいい方を出すんだよ。例えばこのままあなたは何もしないで立ち止まって一生を過ごすのか。それともここで決断して新たな一歩を踏み出し、明るい未来と進んでいくのか、みたいな言い方をするわけだ。片方がいいような印象を与えるわけだね。あとは発言しながら訂正する。話しながら、ずっと訂正しないで話してると、台本っぽいんですよね。話しながら、あ、違う、そうじゃなくて、つまり、私が言いたいのはですね、こういう意味なんです、とか、そういうふうに言葉を選んでるのを見ると、聴衆に対して、聞き手に対して思いやって、どうしたら分かりやすくしてくれるかなとか、どうやったらこの言葉伝えられるかなって必死な感じ、公平に話そうとする印象を与えられるんだ。また、訂正しながら、ちょっとずつ話題を広げたり、話題を変えたりできるわけですね。はい、で、まあ、5つ目、感情法。反対のものを否定する話だ。反対派の意見は、まあ、あまり俺たちは好きとは言えないなとかさ、うん、悪くはないなとかさ、そういう言い方だね。うん、クライマックス法。前の言葉を次の文章につなげて強めていくっていうね。そうね、うん。これを変えることで、なんだろうな。ここで改革を起こすことで人々が変わり、町が変わり、国が変わり、世界が変わる。そうすると人々の考え方も変わっていくだろうとか、まあ、違うな。ちょっとずつ強めていくね。ちょっとずつ広げていくんだよ。範囲をね。大きくしていく。言葉の主語の範囲をね。で、造語。名詞を動詞にしたりして強調する。例えば、造語るとかね、言ってみたら、造語だ、造語を作ることを造語るとか言ったりすると、強調しますよね。造語を作るというよりも、でも強調したりする。勝手にね、言葉を作っていいんですよ。まあ、特に意味のない言葉を使う。間を空けて使ったりして、寄付の役割も出せる。そうだね、特に意味のない言葉。まあ、何でもいいんですよ。何でもいいんだけど、ずっと喋りっぱなしでよくないから、たまにその意味のない言葉。これも情報でいいです。これを使ってみて、記憶の役割を出せるっていうのがありますね。さて、受け答えについてね、もうちょっとお話ししたいんだけど、時間がないからまた次回にしますね。ごめんなさい。じゃあまた今度。